タカラトミー株式会社タカラトミーは東京都葛飾区に本社を置く日本の玩具メーカー。2006年平成18年3月1日に大手玩具メーカーであるタカラトトミーが合併することによって誕生した。なお、合併から現在に至るまで英字称号に全身の一社であるタカラの社名が入っておらず、存続者の称号であるトミーカンパニー。 LTD をそのまま使用している。旧タカラ及びトミー両者の詳細な遠隔については、それぞれの項目を参照。21世紀初頭、日本の玩具業界は1990年代後半から続く少子化の流れを受けて縮小傾向にあり、業界大手のバンダイが、大手ゲームメーカーのナムコ、後のバンダイナムコエンターテインメントと、A イ統合するなど、 業界再編が進んでいた。この頃、宝はヒット商品を相応に出してはいたが、ベイブレードブーム終了の反動で過剰な在庫を抱えることが多発したことや、別途展開していたチョロ級実写化によるミニカー事業や家電品ごとがそれぞれ失敗したことで、経営危機に陥り、廃業倒産の危機にあった。一方、トミーはバブル崩壊後の経営危機、 自社ブランドによるヒット商品に恵まれなかったことに起因する停滞など、オファービーやポケモン関連商品のヒット、リストラなどの事業縮小で乗り切ってはいたものの、今一つ派手さに欠ける企業イメージの改善と、さらなる経営基盤の改善を求められていた。このような経緯により、共に葛飾区に本社を持つ両社は、水面下で企業提携などを含めた交渉を図り、 最終的には合併という形に落ち着いた。もっともこの合併は決して平坦ではなく、一時は物別れになりそうなところを、インデックスグループ、当時の CEO だった、落合正美が間に入って、合併にこぎつけている。なお、タカラトミーは、インデックスの民事再生法を申請前の2013年6月12日に、インデックスが金融商品取引法違反容疑による、 証券取引等監視委員会の調査についてを公表したことを受けて保有していたインデックス株全株を売却し、インデックスとの関係も、インデックスが保有していた宝富全株式の売却、インデックスが行っていた事業が2013年11月1日に、セガ、あのセゲームスの子会社であるインデックス、新社、後に、アトラス、新社と、インデックス、2代目、後のイクセットへ、 会社分割へ譲渡されたことにより、2013年10月までに関係を解消している。現在は、旧富ミータから両社の持っていた資産を活用して、開発、発売される新商品や、タカラトミーのグループ会社間で、コンテンツや販見ビジネスの相互活用を図る。しかし、短期間で請求に合併した反動による、数々の課題点。 日本国外の現地法人社名がトミであることや、日本国内でもトミー・コーやトミー・富井テックに代表されるように宝トミー・アーツな一部の例外を除いて、ブランド統合が進んでいないこと、旧社同士で被る事業の整理や、負債解消などを抱えており、今後はそれらの解消と、さらなる発展が求められている。合併後に発売された新製品は、進路後、 青字に全身2社のロゴを組み合わせたものを使用しているが、一部の新製品は、旧宝、旧トミーのブランドを使用している、ネオブロックスなど、日本国外での販売に力を入れている。これは、富山、富山のブランド名で知られた旧トミーの全身企業である、富山商事時代からの流れを受けたもの。トミー時代には、はず風呂と業務提携して代理店。 実質的には、子会社のトミーダイレクトが担当となり、スターウォーズシリーズ関連商品などを扱ったり、ディズニーの関連商品をほぼ独占的に扱っていた。このような経緯により、合併後の会社名も、英語表記では、トミーカンパニー、LTD となっている。キャラクターコンテンツ産業については、先代のトミー社長、富山城、おさむの方針もあり、 ほぼ無関心で手を出そうとしなかった。ジョー・オサムがキャラクターの人気を利用したやり方を否定し、あくまでも玩ングの出来合いで勝負という職人気質に近い持論を持っていたからである。ところが近年、玩ング業界ではコンテンツ産業やキャラクタービジネスが重要視されるようになり、この分野に遅れをとっていたので、キャラクターに力を入れ始め、フィギュアや抱き枕などを作るようになった。 合併以前には、スターウォーズシリーズのキャラクターが、ビークルに変形する、スターウォーズトランスフォーマーシリーズは、国内での正規輸入販売が行えなかった。これは、ハズブロで制作されたそのガングシリーズは、スターウォーズとトランスフォーマーに関する案件を、米国では共にハズブロが持っているが、国内では、トミーと宝で分かれていたためである。合併により、国内での案件問題が解消され、 同商品は基本的にスターウォーズのラインナップとして国内販売されている。同様にトランスフォーマーシリーズの一部といはトイボックスの商品をズブロが海外ラインナップに組み込んだために国内販売ができなかったが開発を行ったトミーが金型を持っていたことが判明したためにトイボックスの協力を得て復刻、初の国内販売が実現した。 全身のトミー時代から東京ディズニーランドを呼び、東京ディズニーシーの公式スポンサーの一つとして名を連ねている。これも、トミー時代から受け継がれたもの。ただし2006年、平成18年9月から11月のみ、約2ヶ月間のスポンサー非契約空白時期が存在する。2015年6月、旧トミー創業家の富山系が外かつ、 日本国外の出身者としては初めて、オランダ人のハロルド・ジョージ名が代表取締役社長に就任した。合併当初はゲーム事業に力を入れることを公言し、旧タカラモバイルエンタテインメント会そしてインデックスとの合弁会社タカラトミーエンタメディア、あとのタカラトミーフィールドで、を設立した。しかし、エンタメディア社は、 ゲームソフト開発会社ではなくパブリッシャー、発売専門会社であり、実際の開発は、ドリームファクトリーなど、設立以前と同様外部ソフトメーカーに完全に依存している。合併前は、タムソフトや、イーゲーや、バーンハウスエフェクトなどが主に実製作を担当していた。タカラトミー本体では、フロンティア事業本部、デジタルエンターテインメント事業部において、 ゾイドを題材にした初のオンライン戦略シミュレーションゲームゾイドオンラインウォーズの U サービスを開始開発は省営社。実際にポータルサイトゾイドユニバースも開設したがベータ版ゲームに不具合が多発し正式版配信開始は当初予定2006年8月から大幅にずれて同11月7日となり正式サービス開始から2ヶ月後に入会金及び 月額利用料が無料化した後、最終的に2007年、平成19年12月25日をもって、サービスは終了した。2010年代は、AQ インタラクティブ、マーベラスアクルを経て、現在のマーベラスと共同開発した、ポケモンバトリを、2012年より、後継機種の、ポケモントレッタイ以降、シンソフィアと共同開発した、プリティリズム及び後継タイトルの、 プリパラなどのトレーディングカードアーケードゲームが好調であるが2012年よりこれらのタイトルを含めたコンピュータゲーム関連事業の大半が子会社のタカラトミーアーツへ移管されているただしタカラトミー本体にもゲーム開発部門は残されており2015年は偉人枠等腕自慢をリリースしたその後2016年にウォーオブ b レインズ、2017年に ゾイド・フィールド・オブ・レベリアンをリリースするなど、ゲーム事業を本格的に再開させており、2019年発売予定の、ニンテンド・スイッチ用ソフト、ゾイド・ワイルド・キング・オブ・ブラストより、コンシューマーゲーム市場にも、再参入する。コンピューターゲーム以外では、旧宝から引き継がれた、トレーディングカードゲーム、デュエル・マスターズが堅調な人気を維持している。トミー・宝時代。 タカラトミー時代、タカラトミーが商品化した、主な漫画アニメ作品は、関連項目の項を参照。旧、トミー、タカラ社時代から引き継がれたものも含む、商品展開の一環として作られた、漫画アニメ作品は除外。合併前の旧タカラ、旧トミー発売のタイトルも含む、海外ローカライズ2015年。 NTT ドコモと共同でコミュニケーションと読むニボットオーナーズを開発したドコモの喋ってコンシェルの技術を応用し円滑な会話が可能となっている商品化した主な漫画特撮アニメ作品旧、トミー宝社時代含むなど多数関係性のあるあった企業を楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください